報道機関の皆様様どうもお疲れ様でございます昨年末からですね予算編成、作業をずっと続けてまいりましたが、予算の案、固まりましたので、この場で発表させていただきたいと思います。まず、予算の全体像ということで、お話をさせていただきます。予算規模につきましては、一般会計、予算につきましては、 四百十五億三百九十万円という規模になりました。これは対前年度比で言いますと、十五億八千万円余りの増、比率にして四点ゼロパーセントの増ということになっております。この四百十五億という予算の規模につきましては、いみず市誕生以来以降、最大の規模ということになっております。また、特別会計の予算につきましては、三百七十一億八百。 八千九百九十万四千円ということで、対前年度比三十三億七千万円余りの増。比率にして十パーセントの増ということになっております。この一般会計、それと特別会計の合計額につきましては、合わせて七百八十六億九千三百八十万四千円ということで。 昨年と比べますと49億6千万円余りの増比率にして6.7%の増ということでありますこの一般会計特別会計合わせました合計額の786億という金額につきましても伊水市誕生以降最大の規模ということになったところであります一般会計についてもう少しお話をさせていただきますと歳入につきましては 市税については景気回復の状況を受けまして、ほぼすべての市税、税目において、増収となる見込みを立てさせていただいております。また、地方消費税交付金につきましても、地方消費税率の引き上げによりまして、約1億1000万円余りの増額を見込んだところでございます。しかししかこれだけ税収が増えると言いましても実際に 国から地方への税収、税減以上が行われた平成19年度、この規模と比較をしますと、まだまだ約12億以上、低い水準ということでありますので、厳しい状況であることには変わりがないというところでございます。またそのほか、地方交付税、またその代替財源であります臨時財政対策債の合計額につきましては、この市税や地方消費税交付金の増収などの影響がございますので、 合わせて2億5千万円以上の減額となる見通しを立てております。えー、地方常用税や交付金、こちらについても減額が見込まれておるわけでありまして、一般財源総額につきましては、平成25年度の水準をやや下回る、こういった状況であると、予算の中に組み込まさせていただいたところであります。まままた一般会計のの歳出の部分ににつつききししててはは義務的経費費人件費や 交際費こちらは一定程度の抑制を見込んでお、ります。一方で、扶助費の増も見込まれることから、全体で1億1千万円余りの増となります、176億9 3三百万円余りを計上させていただいております。また、投資的経費につきましては、庁舎整備、さらには学校施設の整備、消防救急部線のデジタル化整備、 消防車両の更新などの大型事業がこの平成26年度には集中することから前年度比12億9千余りの増全体で80億9千4百万余りを計上させていただいたところでありますこの予算編成の過程においてはまず昨年度いわゆる各部署からの予算要求を締め切った段階で見込まれる歳入 と必要とする歳出額を比較したところ、約22億6千万円の、要するに歳出超過というような状況、財源不足が見込まれたところであります。そこから予算編成をスタートいたしまして、事務事業の徹底した見直し、また経費の削減などにも努め、加えて昨年度にも引き続き、財政調整基金や公共施設建設基金の繰り入れなども行いながら、予算編成をさせていただいた。 いわば厳しい財政状況を反映した予算ということにもなっております。ちなみに、当初の段階で22億あった財源不足につきましては、これら事務事業の徹底した見直しを行うことによりまして、最終的には1億5800万円の不足まで圧縮をして、予算編成を行ったというところでございます。続きまして、この平成26年度の予算編成にあたっての基本方針。 にを少し話をさせていただきたいと思いますこの地方交付税におけるいわゆる一般算一本算定これは合併市が今後直面をしていく大変大きな課題でもございますけれどもこれが平成28年度から段階的に導入されることになりますこれを見据えて全ての事務事業について改めて将来にわたる市民満足度の向上につながるかどうかこれを検証し また、行財政改革集中プラン、この取り組みや、また業格推進会議などで外部評価からいいただいてご指摘いただいた内容なども着実に予算に反映させていただいて、財政運営のさらなる効率化に取り組んだところでございます。また、この平成26年度という年につきましては、現在策定産業を進めております新しい総合計画の、 計画初年度とということにもなります昨年6月に示されました射水市総合計画見直し方針、こちらに掲げてございます4つの重点政策、これに加えて、この新たな総合計画における重点プロジェクトの案として示されています、人づくりに関する政策、これについて、積極的な予算配分をさせていただきました。 また、昨年のいわば改選選挙によりまして、私自身が政策公約として掲げさせていただいた事業につきましても、速やかに着手を図るなど、メリハリの効いた予算配分、編成に努めさせていただいたところであります。この総合計画の中での重点施策、方針につきましては、その手元の資料にもありますが、1点目、人口減少、少子高齢化に対応したまちづくりの推進。 地域資源を生かした活力あるまちづくりの推進、災害に強いまちづくりの推進、そして環境に優しいまちづくりの推進、この4つの重点施策に加えて、先ほど申し上げました人づくりに関する政策、この5つの重点分野について、予算配分を行ったというところでございます。以降、 主な重点政策の取り組みについいいて少し触れたいと思いますまず1点目、災害に強いまちづくりの推進という分野につきましては、まずは重要課題でありました小中学校の耐震化につきましては、この平成26年度の中にはです、ね、小中学校の建物、耐震化率100%を達成する見込みであり、まあ、いわば集大成の年というふうになると考えております。まあ、引き続き続屋内運動場 いわゆる体育館などの非構造部材の耐震化に取り組みながらです、ね、災害時における避難施設として、その安全性を高めてまいりたいと考えております。また、このほか、庁舎整備に係る予算も計上いたしております。また、消防救急無線のデジタル化、2億円余り、さらには、雨水対策の推進ということで、これは特別会計の中になりますけれども、13億4千万円余り、 また災害時の医療において重要な役割を果たす市民病院の耐震化事業につきましても、15億円余りを計上するなど、災害に強いまちづくりに予算配分を重点的に行いまして、将来にわたる安全と安心につながる施策を着実に推進してまいりたいと考えているところであります。続いて重点施策の2つ目であります。人口減少、少子高齢化に対応したまちづくりの推進の取り組みであります。この分野につきまましては、ま、ず、 放課後児童クラブの小学校6年生までの受け入れ拡大、これを見据えて、不足をする施設について、新たな整備を行いたいと考えております。小杉小学校区、それと歌の森小学校区の2つの拠点について、6700万円余りの予算を計上いたしました。また、子どもおよび妊産婦医療女性における現物給付の対象。 こちらは射水市内の医療機関を使っていただく場合には、これまで窓口負担がないわけでありますが、市外の医療機関をご利用いただいた場合には、一旦窓口で医療費を負担していただいた上で、後からこちらがその分をお出しするという、そういった形になっておりましたが、今回、拡充をさせていただきまして、高岡市内の医療機関をご利用になられた場合でも、窓口負担なくご利用いただけると。 といいいう形でで拡充をさせてたただいたところでありますまた、ワクチン接種などについても、柔軟なです、ね、予算、予防接種スケジュールを組み立てれるように取り組みをさせていただきました、まあ、県内トップ水準にある射水市の子育て支援策でありますけれども、さらなるきめ細やかな子育て支援サービスを拡充をしていきたいというふうに考えております。また学校教育 こちらの環境につきましても、すべての中学校の普通教室に空調設備を設置をする予算、9750万円、こちらを計上させていただいております。また、全小中学校に学習サポーターを配帳するほか、また中学校につきましては、すべてチームティーチング指導員も配帳し、一人一人の子どもたちに対してきめ細やかな教育指導体制、 こういったものを作るべく予算を計上させていただきました。これによって、快適な学習環境の整備と小中学、こちらの子どもたちの学力向上支援をしていく、こういった形を考えております。加えて、高齢者対策につきましても、新年の予算につきましては、認知症、高齢者患者、こちらの方々の例えば、お宅を訪問をし、また適切な医療、介護サービスの利用につなげていく。 そのための地域包括支援センターでの認知症、高齢者対策を強化をする予算を計上させていただきました、また在宅介護にあたってです、ね、困難事例もいくつかあるわけでありますが、それらの解決手法などの情報を地域全体で共有する、こういった地域ケアシステムの確立を目指す予算も計上し、要援護、高齢者を地域全体で支え合う、 まあいわばこの地域ケアシステムの構築を目指してまいりたいと考えているところでございます。まあ、これらのいわゆる人に優しいといいますか、多くの方々に住みたい、住み続けたいと思っていただけるまちづくりの推進にも重点的な予算配分をさせていただきました。えー、続いて、地域資源を生かした活力あるまちづくりの推進という分野につきましては、あまずはあ昨今、この市民湊漁協の昼競り こちらについててては非常にに見学者が増えてきておりますこちらに関して、この観光の総合的な窓口を、星湊きっときっと市場内に設置をする予算、計上するほか、あかよ丸パーク内の港交流館、これ、あの現在、国土交通省さんが所有しておられる建物でありますが、こちらを買い取らせて、購入させていただきまして、射水ベイエリアのいわゆる観光ボランティアの拠点として、活用させていただきたいと考えております。 その他、内川沿いにつきましても、新たな駐車場や観光客用のトイレを整備をし、加えて観光サインなどですね、整備をさせていただきまして、港情緒あふれる、こうした内川の魅力を満喫できる環境の充実に努めたところであります。また、た新名都地区のの山を題材にした映画のロケが、 予定をされていますこれを支援をしロケに選ばれるロケ地に選ばれる町伊水も目指していきたいと考えておりますこうした新幹線の開業を見据えた伊水ベイエリアこの魅力の発信とおもて出しの機能の強化に努めたところでありますまた小杉地区におきまして小杉地区出身の竹内玄三さん固定の名工ですけれどもこの方のですね 代表作であります総流という固定を現在、リニューアルオープンを目指して整備を進めております、竹内現像記念館で、えー、実際見ていただけるような、そういった整備、さらには、固定の体験なども行えるような施設といいますか、こういった部分を盛り込んだ、まあ、竹内現像記念館のリニューアル整備をこの間、行ってきたところであります。 こうした旧北陸道の周辺の魅力発信にも、新年度においては取り組んでいきたいと考えております。加えて、この時期、小杉地区内の下城川のエリアで,です、ね、イルミネーション、こちらが展開されておりますが、この LED 化についても、支援をする予算を計上させていただきました。また、た県立大学さんとと連携ををしいいいわゆる観光案内アアプリリ現在、市港エリアにおいておて散歩市港というものを あ作らせていただいているわけでありますが、これを小杉地区の旧北陸道周辺にも展開をして、いわゆるお散歩いみというものを構築したいというふうにも考えております。あの旧北陸道エリアを中心とした歴史と文化が香る、こういった地域の魅力をです、ね、大いに発信をしていきたいと考えております。こののののようにに既存の観光資源ををさらに見上げて魅力を発信をし今平成27年の北陸新幹線の開業また 全国豊かな水づくり大会のメイン会場として、この射水市、多くの方々の来訪が予定されているわけであります。いっそ魅力の発信を務めさせていただきながら、多くの方々にお越しいただける、そうした射水市のづくりに努めていきたいと考えております。そして重点策の4点目、環境に優しいまちづくりの推進という分野につきましては、今ほども少し申し上げましたが、来年度、平成27年度開催予定の 全国豊かな水作り大会、こちらの準備、また PR の経費を計上をさせていただきまして、大会の開催に向けた機運の醸成を図っていくことにしております。また、道の駅新港に電気自動車用の充電設備、こちらを設置をしたいと考えております。また、先般、高岡市の役所で、会合も開かれましたが、万葉線にです、ね、ハイブリッドトラム、こちらを試験運行をすると。 いうことでありまして、こちらにも協力をしながら、地球温暖化防止に向けた環境意識の啓発に目指していきたいと考えております。また、あの催所につきましては、非常に老朽化が進んできております。えこの間も様々に検討を進めてまいりましたが、新年度におきましては、この新催所建設に向けた基本計画のための予算を計上をさせていただいたところであります。 えーまあ、以上、4つの重点分野についてお話をさせていただきました、まあ、それ以外の新規事業ということで、えー、少しこちらに、えーまあ、形成させていただいている分につきましては、まず、昭和56年以前に建築されたいわゆる旧耐震の建物、まあ、その中で空き家になっている部分でありますが、こちらの解体をされた場合、そしてさらには解体後、そ,れをそこに新築住宅を建設される,される場合、 こちらに対しての助成制度を新たに新設をすることにしております耐震性を強化にを目指したい防災機能の向上を図っていきたいというふうに考えておりますまたあの市港中央文化会館の空調用設備や駐車場の街灯こちらの方も老朽化が進んでいるということで改修更新を予定をしておりますまた 小杉文化ホールラ・ポールにつきましても、音響設備や照明システム。こちらの更新も図りながら、海づくり大会の会場としても使われる。さらには、市民が集う、そういった文化施設のさらなる機能向上にも努めていくことにしているところであります。そういった全般的な中で,です、ね、この平成26年度予算位置づけといたしましては、先ほどから繰り返しになります。けれども、この。 平成26年度末、まあ、いわば平成27年のおそらく3月というふうに言われておりますが、こちらに、えー、この時期には県民の悲願でありました北陸新幹線が開業するということであります。また平成27年度には、全国豊かな海づくり大会が本市をメイン会場として開催される予定でもあり、射、えーまあ、水市は今、さらなる活性化に向けて、大きな今、追い風を受けているものと。 自負をさせてていいいただいているところでありますこの好期を生かしたまちづくりをさらに推進をするために、これまで育んんできたさまざまな魅力を広く発信をしていく、こういったこと、さらには一方で,です、ね、全国的に大規模災害なども頻発をしております、こうしたことから、市民、住民の生命を、そしてまた財産を守る、安全安心をしっかりと確保する、こういった部分について最優先で取り組む。 このようなこことものの予算の中では位置づけさせていたただきましたこういった中で、本市を取り巻く財政環境は、確かに一層厳しい状況はあるわけでありますけれども、これらの諸課題について、迅速に対応し、10年後、20年後を見据えて、将来の射水市の発展につながる施策を着実に推進をしていきたいということから、この予算については、未来の幸せ創造予算というふうに位置づけをさせていただいたところであります。 あと、そうですね、えー、その他事業については、あ予算案概要の15ページから、ルール形状を、掲載をさせていただいているところであります。あの今、ご説明した以外のことで、で少し触れさせていただきますと、まあ、人口減少、少子高齢化に対応したまちづくりの推進という意味では、 新年度において、いわゆる平成27年4月から始まる子ども・子育て支援新制度に対応すべく、この子ども・子育て支援事業計画を策定をしたいというふうにも考えております。また、さらなる保育環境の整備といたしまして、民間保育園の大規模修繕事業に対しても、支援をしていくことにしております。えー、さらには高齢者の施策といたしましまて 平成27年、まあ、来年度,27年度から29年度までの3カ年を対象計画といたしました、第6期の介護保険事業計画、高齢者保険福祉計画の策定にも、平成26年度は取り組むことにさせていただいております。また、富山デイサービスの施設につきまして、えーまあ、新設3カ所、施設改修、設備整備など5カ所、予定をされておるわけでございまして ここちらについてて民間法人をを支援すするる補助金をご参加をしておるところであります、えーまあ、地域資源を生かした活力あるまちづくりの推進の分野におきましては、これはあの県の方の予算でも発表があったかと思いますけれども、県単独港湾改良整備事業ということで、えー、元気の森公園、こちらの方にありますパークゴルフ場の増設に対して、 ますまた、客船誘致促進事業ということで、先般あの、記者発表でもさせていただきましたけれども、本年の6月26日から27日までの間に行われるパシフィック・ビーナスのワンナイトクルーズでありましたり、本年10月に寄港が予定されております、客船に対してのオプショナルツアー、こういった実施を支援する、いわゆる、 客船誘致のまたクルーズ客の市内観光を支援する予算を計上させていただいております。えその他新幹線の開業に向けてですね西部県西部6市で行うキャンペーン観光キャンペーンこちらの方にも参加をさせていただくほかあの昨年度から今年度からか予算計上させていただきましたふるさと物産協議会補助 これは新幹線の沿線にあたるエリアで、物産展などを行う場合に、その経費の一部を補助する制度でありますが、こちらの方も拡充をさせていただくことにしております。えー、産業の振興という分野につきましては、JA 水野さんが取り組まれるカントリーエレベーターの機能強化、機能向上こちらについての支援、さらには商店街の皆さんの支援事業でありましたり、 過小ではございますけれども、中小企業振興協議会を設置をさせていただきまして、中小企業振興計画の推進、また、振興策の提言などをいただきたいというふうに考えておるところであります。また、雇用の創出という部分においては、さらなる企業誘致にもちろん努めていくほか、緊急雇用創出基金事業ということで、国の事業を活用させていただきまして、 新規で地域人づくり事業というものを設置をさせていただきたいと考えております。未就業者の方の雇用でありましたり、また現在在職しておられる方の処遇改善に向けた取り組みなどを行う場合に、支援をする事業でございます。続いて、災害に強いまちづくりの推進という分野につきましては、先ほど小中学校の耐震化について、平成26年度中に完了するという話をさせていただきましたが、 保育園の耐震化についても、順次取り組んでいくことにしております。平成26年度におきましては、池田保育園、それと塚原保育園の耐震、また改修事業などに着手をする予定にしております。そのほか、市内に設置されております主要体育館、こちらの方にも、非構造部材の耐震点検を行いまして、必要な整備などを今後、予算化していきたいと。 という,ふうに考えておりま,すまた、橋梁の耐震化でありましたり、土砂災害など、必要な事業なども取り組んでいくほか、この間、取り組んできた重点密集市街地の事業につきましても、今現在、名護町第1街区の共同住宅の整備について、予算も計上させていただきました。また、消防車の車両の方針ということで、 救助工作者でありましたり、高規格救急車の更新を予定をしておるところであります。それと地域の防災体制を強化しようということで、新年度において、衛星携帯電話、こちら、新たに1台購入をしたいというふうに考えております。緊急時、災害時においてです、ね、い、まあ、わば通信機能がなかなか非常に厳しい状態になるということも予想されます。 えー、衛星携帯電話によりまして、えー、速やかなさまざまなあ情報伝達でありましたり、さらには応援要請などが取れるように、えー、対応を強化したというところであります。4点目、えー、環境に優しいまちづくりの推進という分野につきましては、あ水産多面的機能発揮対策事業協議会補助、えー、ということであります。わ、ま、ず、あ、かな予算ではございますけれども、まあ、エビエ海岸における藻場、まあの造成でありましたり、 また、市内の小学校のおにおける環境教育などの予算として計上させていただきました。まあ、こういった取り組みを進めながらです、ねえー、平成27年の全国豊かの海作り大会の機運の醸成、そしてまたそれをきっかけにした環境に対しての意識の向上、啓発を図ってまいりたいと考えております。さらに LED 防犯灯の管理事業ということで、これはの平成25年度において、 環境省の補助をいただきまして、市内の防犯等の約6割を LED 化させていただきました。でこれはのリースということになっておりまして、このリース料を今年度、新年度において計上させていただくものであります。また、人づくりに関する政策という分野につきましては、学生が参画するまちづくり事業ということで、セパン。 市内の高等教育機関に在学しておられる学生の皆さんとの意見交換会などを開催させていただきました。今後、学生推進会議、こういったものも開催をさせていただいたり、また学生の皆さんから地域の活性化、またより良いまちづくりに向けた、いわゆる提案をいただく学生コンペなども実証しようとするものであります。またさらに新規事業とということでは 町中博物館館美術館事業ということで新規の予算を計上しておりますこれについては、既存の施設を活用させていただきまして、市民に身近な場所で、こういった芸術を鑑賞する場でありましたり、また、あるいは日頃の創作活動を気軽に、要するにこう発表できるような機会を作ろうということで、町中の活性化にもつなげていきたい、こういった事業として、新規で取り組むことにしております。 その他、スポーツ行事ということで、新年度におきましては、全国中学校ヨット選手権大会、さらには北信越ジュニア体操選手権大会などが本市で開催されることになっておりまして、こういった全国的な大会の開催を支援をして、市の PR につなげていくべく、予算計上させていただいたところであります。ざっくりした説明で恐縮でございますが、平成26年度予算ということでご説明させていただきました。